プロ野球ドラフト会議が24日、都内で開かれ、元プロ野球選手、清原和博氏の長男で、慶応大・清原翔吾内野手は無念の指名漏れとなった。ドラフトを中継した TBS は、清原と父との絆を中心に、密着映像とインタビューを交え、大特集した。写真複数。 和氏の引退式で泣きじゃくる正午少年もみじのような小さな手で父の背中をポンポン。2008年10月、父の引退セレモニー。当時6歳だった正午は、弟の勝児と一緒に花束を渡したが、涙、涙。父に抱きつき、もみじのような小さな手で励ますように5回ポンポンと背中をたたいた。父の背中を追って賞賛で野球を始めたが、 両親は14年9月に離婚。中学ではバレーボール、高校ではアメリカンフットボールを選び、野球から離れた。大学で再び野球を始めたことについて、インタビューの中で父もよくないことをしてしまったんですけど、そこから社会復帰をして頑張ってた頃なんで、元気づけたり一番喜ぶことは何かな、って考えたときに、僕がもう一回、野球に。 挑戦して活躍したら嬉しいだろうな、と、本当に覚悟はいりましたと語っていた。清原氏は16年2月に覚醒剤取締法違反で逮捕され、同5月に懲役。